Uh, okay, um, so my name is Tarin Kranuat I'm from uh, Center for Open Data in the Humanities National Institute of Informatics in Japan and oh wait I'm going to speak in Japanese today, sorry. <laughs> 忘れました。すいません。あの、人文学オーベンデータ共同利用センター、国立情報学研究所のあの、クラノワット・タリンです。えっと、今日はですね、あの、カークル・クスヒチレコニション・コンペティションは、あの、についてお話ししますが、あの、ホストの視点として、あの、話ししたいと思います。まあ、アジェンダーはまあ、大体こんな感じなんですけども、まあ、このコンペどういうものなのか、なんで、 プレイクラウンなのか、このコンペティションをですね、開催してから、あの、すっごくあの、殺到なんですよ、問い合わせ。なんでこれプレイクラウンなのっていうのが、あの、あって、今回ここであの、説明します。で、あの、次はあの、コンペティションデザイン、エヴァルエーションメトリックスと、あの、結果。そして、あの、コンペティションから我々何を習ったのか、何を得られたのかについて、あの、お話しします。 まずあのホストチームを紹介します。ホストチームは4人だけです。あのいつもあのカークルーのコンペティションってすっごい大,大きな企業をあのやるようなイメージなんですけど、我々の機関、えっと、はです、ね、あの4人しかあの研究者がいなくて、であのこの 人は外部なんですね私もカクル昔から参加していたんですけども一番最初参加したコンペはの i ロ o のハウスプライスプレディクションをやりましたすごい昔なんですねでも何回もカクル参加したんですけどもアンランクのまま。 あの、メダル、あの、取得したことはありません。で、あの、このホストチーム中に、あの、入っている、あの、ミケル・ボーバー・エリサーっていう、あの、アノカスっていう、あの、カクルで、アノカスっていうユースーネーム使っているんですけども、彼は、あの、ものすごく強力なサポートで、今回の、あの、ホスト、あの、として、あの、このコンペティションを開催することができました。あの、彼はですね、 かクるグランマスターなんですけども、今18歳です、学部1年生、ケンブリッジ大学で学校通ってます。3人目はアレックス・ラム、彼はミラー・ユニバーシティオフ・モンテリオールの院生で、彼は幼少ベンチ用の学生なんです。最後に 北本浅信先生は私の上司ですこの,あの4人だけでこのコンペティションをあの開催することができました。で、あのこのコンペティションはあの日本からの主催は3例目、最初はあのリクルート、次はメルカリ、そして3例目はあの我々のコンペティションなんです。で、あの、各 <coughs> 力水事・レコニシャン・コンペティションなんですけども、今年の。 あの、7月から10月にかけて、あの、ほぼ3ヶ月、3ヶ月未満なんですね。で、あの、開催をしました。<Play ground. S 1> プレイ y g プ o ディ d Prediction c なんです。で、あの、じゃあ、えっと、このコンペティションをやりましょうっていう、あの、決断、あの、決めてから準備期間はだいたい5ヶ月ショットなんです。だから、半年も、あの、してないで、このコンペティションを開催することができました。 じゃあなんでこのあのコンペティションをやらないといけないのかっていうと、日本にはですね、すごく本がたくさんあります。あの、古典籍っていう単語があるんですけども、古代から明治時代までの本は、あの、だいたい300万冊、あの、300万点が残っています。古文書になると、古文書は例えば個人の日記とか手紙とか含めるともう1億点以上 この国には残ってますただしこれらの資料はほ,ほぼ誰にも読まれていないあの問題があります。なぜかというと薬師寺であの書いているからです。日本の人口から見れば薬師寺ちゃんと読めている人は0.01%しかいません。 だからあの、えっと、博物館とかあの資料館が、えっと、写真を撮ってあのデジタイスあの資料をデジタイスしてるんですけども読む人はいないだからこの問題は数億点の,あの画像の中から機械学習で何かできないのかっていうあの問題からこのコンペの,あの開催しようとしていることになったんです。であの えっと、じゃあ、このコンペティションのタスクは何をやってほしいかというと、まずはですね、画像の上に、あの、文字はどこにあるのか、あの、イラストの、あの、含めても、そのイラストは認識しないで、文字だけに、あの、あのえっと、その作業が欲しい。あとは、その文字は何の文字なのかを、あの、えっと、認識するっていう、あの、コンペティションなんです。 で、あの、こちら、あの、CODH、あの、私の職場なんですけども、我々の開発しているのは、クロネットっていうモデルがあって、クロネットはですね、あの、まあ、このコンペティションのすごく重要なベースラインになっています。なぜかというと、このコンペティションをデザインするときに、あの、クロネットに、あの、勝てる、あの、モデルが欲しいから、クロネットと同じメトリックス、 をあの使って測ればいいっていうことなんです。で、あの、じゃあ最終的にクロネット、まあ何点なのか、0.902なんですけれども、プライベートリーダーボードの12位なんです。だから、あの、コンペティション終わった後に、クロネットよりいいモデルが、あの、たくさんできました。で、あの、賞金の面なんですけれども、あの、トップ5は全部、あの、3000ドル、全部同じなんです。なんで同じ金額にしたかというと、 あの我々が思ったのはあのトップ5の,あのそんなに大差はない多分ほぼ運 <laughs> なんですねだからじゃあ,あの皆さんであの同じ金額にしましょうで最終的にこれは良かったなんです <laughs> じゃあくデータセットこのあの コンペティションに使うデータセットですね。あの、皆さんは手紙とか、まあ、手紙はちょっと古いですけど、E メールとか書くときに、自分がどれくらい漢字、ひらがな、カタカナ使っているのかわかりますかあの、日本語はですね、どれの、あの、どの時代でも同じなんですけども、よく使われている文字と、よく使われていない文字例えばすっごいあの、変な名前の人が出たら、多分その人の名前しか使わない。 ですよねだから、x チもそうなんですけどもすっごくハイリーアンバランスデータセットあのすっごいあのよく使われている漢字はあの画像たくさんあるんですけどもすっごい珍しいものは画像1枚しかないものがあってそれはですねディープラーニングとしては学習できないあのものが多分大半なんです。 で、あの、学習データはですね、提供したものは二つあります。一つ目は、画像データ。このような、何も、あの、入っていない画像データと、あの、CSV ファイル。CSV ファイルは、イメージ ID、ファイル名だけで、あの、ラベルは、あの、ユニコードと、あの、XYWH の、あの、作業。で、あの、バウディングボックスですね。だから、これだけを提供して、 あの、テストデータは、あの、4551枚の画像を提供します。これは、あの、さっきのテストデータ、CSV と画像だけで、何とか学習して、この、あの、ファイルの上にある、あの、文字を全部、あの、えっと、本国してください。本国っていう単語は、あの、くすしから、えっと、現代日本語の文字に置き換えるっていう、あの、単語なんです。だから、それがタスクで、あの、大事なのは、 この全部4551枚の画像から本当に採点されるのは1996枚だけなんです。半分以下なんですね。で、他のはダンミーデータであの採点されていないんです。テストデータに入っているんですけども、あの CSV ファイルあの、サブミッションに何を書いてもそれは採点されないっていうあのやり方があります。 で、あの、なぜこのようなことをやったかっていうと、まずはテストデータは、あの、まあ、数が少ないのは一つなんですけど、でも、あの、これは、チーティング防ぐなんです。チーティング防ぐのは、この画像はどの本から来たのかわからないように全部シャッフルして、あの、ファイル名もランダムにして、あの、JPEG にある、あの、メタデータ全部削除した。 そういうことによって、そしてこのダミーデータを使いました。で、なんでプレイクラウン <laughs> これがですね、さっきのデータセットすごく関連しているんですけども、この薬データセットは国文学研究資料館が作ったものなんです。で、このデータセットはもともと隠れるようではないものを作りました。 で、あの、このデータセットはですね、皆さんが、あの、さっき見えるように、薬字読めない人が、あの、ラベルつけることができない。だから、ものすごく高いなんです。1文字、あの、何円か私、あの、言えないんですけども、あの、データセット全体で、あの、100万文字以上ありますので、ものすごく、あの、国文学研究には、あの、すっごい高いお金で作ったものなんです。だから、コンペだけに、あの、使うものじゃなくて、 えっと、他のあの研究にも使えるものじゃないと、もともと作れないから、あの、このですね、あのデータセットは、まあそういうふうにあの作りました。であの、その一つの条件は、もう、報告されている本だけはデータセットの作ります。 だから、あの、報告されているものは、例えば本とかオンラインに、あの、本、あの、テキストデータがあるとか、そういうのがたくさんあります。例えば、あの、テストデータに現地物語はもう、あの、2種類が入って、それは、じゃあ、どうやってデータ、あの、リケーチ防ぐができるのかは、あの、 ほぼ不可能なんですね。だから皆さんが、あの、例えばクジリ読めなくても、あの、カクラはみんなすっごくクリエイティブな、あの、やり方、いろんな何でもありますので、あの、データリーケージ防ぐことができないから、結論的にプレイクラウになったっていう、あの、ことなんです。 はい、コンペティションデザインですね。これはですね、あの、将来的にもし、あの、皆さん誰かあの、ホストやりたいときに、一つは、あの、大事なのは、まずは自分が何が欲しいのか、決めてください。 ですね、我々はあのすごく分かりやすいのはクロネットを開発して自分のモデルがあってじゃあそのモデルをベースにしてあのコンペティションデザインすればいいとあの思ったからこういうふうにやりましたであの大事なのはタスクが分かりやすいメトリックスが分かりやすいであの3番がですねすごく大事なところなんです クスヒジレコギーションのあのコンペティションはクスヒジだし日本語だしでもカクルは国際的なコンペティションだからじゃあ誰でも参加できるようなあのコンペティションどうやってできるのかはすごく重要なんですだからあのホストカはですねあのクスヒジがわからなくても日本語がわからなくてもそれがあの有利にならないようにコンペティションで採用しました で、あの、それは、あの、どうやったかというと、データパープレーションですね、データクリーニングは、専門、あの、知識の必要なところは、こっちが、あの、やりました。で、あの、皆さんが、えっと、モデル、あの、作成だけに、あの、集中できるように、あの、このコンペティションに、あの、しました。 イバルエーションはですねすごくシンプルで F1 スコアを使うんですけどもでもこれは編集されたモディファイバー,ーションオフ F1 スコア何が欲しいかというとあのこの四角いがですねグラ n ン t r u t ズのバウンディングボックスがあってあのサブミッションはユニコードと XY だけだから一つのドットはあのこのバウンディングボックスに入ったらそれであのもしユニコードラベルが正しかったら正解。 このような、あの、シンプルなものなんです。私たちも、あの、コンペティションで再したときに、あの、隠る側にも、あの、聞かれたんですけど、IOU いらないんですか本当に。<laughs> で、あの、イントセック・オーユニエンですね。普通の物体検出とかは、IOU 使うんですけど、でも、あの、今回は、本当に文字認識に、あの、集中してほしいから、IOU を、あの、使わないなんです。 IOU はですね、あの、文字のバウンディングボックスを作らないといけないんですけども、クスシ字の場合は、すっごく重なっている文字がたくさんあります。で、あの、例えば、死みたいに、あの、なんか半ページ、あの、書く、すっごい長い文字もあって、もし皆さんが、そういうところばっかりに、あの、中止して、あの、我々の、あの、一番欲しいところ、カーシフィケーションのところができないので、こういう、あの、えっと、F1 スコアに、あの、モディファイ F1 スコアにしました。 結果的ですね。あの、これが1位、あの、タスイチェさん、あの、中国から。で、2位は、あの、コンスタンティンさん、ロシアから。で、あの、ようやく3位、ケンジさん、ドイケンジあの、福岡の方なんですけど、あの、日本のあの方が、あの、3位になりました。で、このコンペティションは、あの、やっぱり日本人が有利っていうところはなかった。 ということです。でも一番私があの反省 <laughs> あのし,たしたところはですね、その,あの1位と2位のスコアを見てください。0 9 5ロこれはあの同じなんですね。4桁以上からは違うんですけど、でもやっぱりあのこのクスイチ認識はあのもっと 最もあの大事なのはあのメスらしい感じ、画像の少ないサンプルの少ない文字は正しく認識できるのかはあの重要なのでやっぱり F1 スコアすごいあのシンプルな F1 スコアはあまり良くなくてもうちょっと難しいあの感じにあの点数上げてもいいんじゃないかなと思いますもしあのそうやったらこの差があのもうちょっといろいろはっきり見えると思います で、ウィンニングソリューションはですね、詳細は、あの、えっと、各クルクスチ認識コンペティションのページのディスカッション見てください。みんなものすごくたくさんあのアップしています。あの、5位以上あの、1位から多分大体15位までみんな、あの、えっと、その,あの方法とかアップしていますのですごくいいことです。で、あの、じゃあ、あの、このウィンニングソリューションはですね、 この問題は、コンペティションは、あの、持ち認識のコンペティションなんですけども、結果的に、オブジェクトディテクションアルコリズム何でもうまくいく <laughs> っていうことなんです。なぜかというと、持ちとバウンディングボックスですから、あの、それが、あの、物体検出の、あの、アルコリズムは、あの、うまくいきます。ただし、一つだけうまくいかなかったのは、ヨローなんです。<laughs> ヨローは、なぜかというと、あの、クラスの数がすっごい少ない。 から文字はですね、薬ンデータセットは全部で何千、あのもうほぼ、えっと、無限くらいの,あのクラスの数があるから、あのこの世論はあまり向いていない。でも他に、あの例えばウィン、一番1位はあのカスケース、RCNN を使ったんですけど、それがすごくあのうまくいきました。で、あのウィンニングソリューションはですね、大体あの2つの方法を分けているんですけども、一つ目はエントゥエン。 で、あの、だから画像からモデル入れて、あの、結果が出る。もう一つは、あの、2ステージ、2、あの、2回に分けて、カレッターディテクション。まずは、あの、画像の上に文字はどこにあるのかをディテクしてから、その、あの、部分だけ文字のカラシフィケーションをすることです。で、あの、どちらかですね、 あの、の方がいいかっていうと、あの、マリオ法、えっと、いいところと悪いところがあって、エントゥエンはですね、すっごい便利で、あの、早いし、あの、あの、簡単に、あの、使えるんですけども、ただし、あの、将来的にモデルを改善するとために、あの、カレクターディテクションはですね、今でももうパー99.9%が、あの、できました。 文字だけが認識できるのはすっごいうまくいっただから難しいところはカラシフィケーションのところなんですこのようにあのモデルを2つに分けてであの後ろだけあのカラシフィケーションモデルを改善すると一気にあの精度上がるんじゃないかっていうあの話になったわけですあの クロネットを開発したときですね、我々あのデータオグメンテーションはミックスアップしか使っていなかったんですけど、ミックスアップはですね、何かというと、この,あの文字の上にあの他の文字を重なってあの薄くした。 それがミッックスアップなんですでも皆さんが使ったのは例えばランダムイレッシングとか文字の一部分を消してであ,のあとはあのコントラストとかあの背景の,あのいろいろデータオグメンテーションをやってこの問題にはすごくうまくいったっていうことが分かりました。 大体いいみんな使っているこれですね、あのアウグメンテーションのライバリーで、こんなに簡単であのなんかデータアグメンテーションできるライバリーがあるのであの、ぜひ使ってください。 じゃあ、あの、ウィニングソリューションから何が習ったかっていうと、まずはですね、ディテクションは簡単、カルシフィケーションは難しい。これはもう、あの、さっき、あの、話したように、あの、説明しました。で、何が役に立ったか、 っていうと、まずは最初に、あの、数ドラベリングですね。数ードラベリングは、例えば、モデルが、えっと、文字認識をして、すっごく、あの、確率の高い、自信のある文字を、テストデータから、また、トレーンデータに持ち運んで、もう一回学習することなんです。 で、私が、え、なんでそんなことを、あの、やっていいのかっていう、あの、コンスタンティンさんに聞いたんですよ。で、あの、ニーさんですね。で、コンスタンティンさんが、あの、このコンペティションはやっぱり、あの、テン、トレンデータとテストデータは本ごとに、あの、分けているから、あの、えっと、確率の高い文字、テストデータに、あの、もうできていても、やっぱり文字は違う。 だから、あの、えっと、それはデータを増やして学習した方が多少、あの、精度上がるっていうことが分かりました。 で、もう一つは、この、あの、コンペティションは持ち認識なんですけども、イメージネットと高校のプリテイモデル、すごくうまくいったことが <laughs> 分かりました。で、あの、マルティスケールトレーンテストは、例えば、あの、画像をモデルに入れるとき、あの、大きくする、小さくするのがバラバラにすると、学習するときにもう、あの、うまくいったっていうことが分かりました。でも、一番面白いのは、この辺ですね。 何がうまくいかなかったのは、原稿モデルなんです。文字認識なのに、じゃあなんで原稿モデルうまくいかないのかっていうと、これはですね、もうあの、専門知識が必要なんです。後であの、説明します。 で、あの、ま、こちらは、えっと、もう一つうまくいかなかったのは、えっと、クリエイティング、あの、データ増やす、あの、フリップとか、あの、逆にするとかは、あの、他のコンペニション、例えば、こちらの認識コンペあったんじゃないんですか、それは、あの、うまくいったんですけども、この場合はうまくいかなかった。なぜかというと、文字はみんな逆で読めるのがほぼないので、あの、それはあんまり、あの、うまくいかなかった。で、あの、この問題は、あの、まだ、あの、解決できないのは、 の,注釈のところ、これはまああ,のあまり大事じゃないので今回飛ばします。なんで原稿モデルがうまくいかなかったのかこの1ページを見てください。これは1ページ同じ本からのものなんです。日本語はですねまず普通にあの書いている文章は漢字か,かなまちり漢字とひらがなを使っている赤いの部分があります。そして 漢文があります。漢文は、あの、見た目は、あの、まあ、中国語見たいんですけど、ひらがななし。 それは、あの、まあ、多分皆さんは、あの、高校の時から習ったと思います。もう、客単の、あの、例になると、万葉仮名もあります。万葉仮名は、見た目は、あの、漢文なんですけど、でも漢字の意味を取らなくて、ひらがなみたいに、あの、使っている。だから、あの、日本の、あの、古い本とか、こういう古文書を、えっと、認識するときに、原稿モデル。じゃあ、何を使えばいいかは、あの、 使い方にあのよって分けてあの作らないといけないなんです。で、あの、今回のコンペティションから、あの、原稿モデル使えないのは、まず最初、接待そうですね。あの、データが少ない。テストデータには68万文字しかなくて、あの、やっぱり現行モデル、まあ、多少作れるんですけど、難しいのは、まあ、足りないのは足りないなんです。で、あの、提供したデータはですね、あの、さっきあのは見たように、 文字と左表、文字のブロックですね、バウディングボックスと文字、バウディングボックスと文字、で、文字列、シークエンスは開けていないわけなんです。で、あのシークエンスは開けていないと、これは本当にあの学習データからの,あの1ページなんですけども、シークエンス、あの目で見ても、人間が見てもあの決められないところがありますので、じゃあ、このシークエンスのないものから、じゃあ、健康モデル作れるかどうかは問題なんです。 日本の古典籍は、ね、あのこういうものなんです。これは全部同じ時代からの本なんです。同じ時代でテクニカルのこれ物理ですね物理の本はあの漢字とカタカナだけで書いています物語タイプの本はひらがな漢字で全部で書いて歴史の本はもうバリバリ漢文これは全部日本語です。 ですよね。で、同じ時代で、同じ日本語で、このように、あの、分類されているので、言語モデルを作る、作ろうとするときは、結構いろいろ、あの、考えないといけないなんです。じゃあ、あの、この、 0.95のあの点数を上げて、で、あの、じゃあこの薬市あの認識問題もう終わったのかっていうのは全く先生そうではありません。これがですね、テストデータとトレーンデータの文字の種類をあの、えっと、表しています。パッと見て、多分皆さんもご存知だと思いますが、テストデータめちゃくちゃ簡単なんです。文字の種類がすっごい少ない。これだけなんですね。だから正直ですね、 その0.9個は、あの、うまくいったのは、最初一番、あの、頻度の高い線文字。 うまく認識できれば行くと思います。0.95。だから、この、あの、点数ができても、やっぱり、あの、どの本でも薬字読めるわけにはいかないので、ただし、これから、あの、モデルの問題というより、このデータセット、どうやって、あの、増やして、あの、いろいろ学習できるのがは、あの、この研究の課題なんです。 で、最終的にはですね、今のモデルは、江戸時代の印刷された本は、あの、うまく読めることが、あの、できました。で、あの、ただし、江戸時代はですね、平安時代とか、もっと古い時代の文字と違ってて、あの、今の時代、江戸時代の本読めても、古い時代の本読めてるわけにはいかない。あの、なぜかというと、データセットに入ってない文字たくさんあるからです。で、あの、この、 もう一つのあの問題はあの実際のあのえっ、ー、と世の中にあるデータは画像とテキストバウンディングボックスがないからこれからどうやって画像とテキストをマッチングしてモデルを学習するのかはあの一つの課題ですであのこのであのくしデータセットはあのさっきまぁ、あ、抜きのよってあの書いているんですけどもほぼ印刷されたもので本当にあの手書きのものはほぼ入っていない で、あの、じゃあ、かくるくすいあの、レコギニッシャンのコンペティションはどういうものなのか、この研究にとってものすごく、あの、重要なスタートです。あの、終わりではなくて、最初、あの、本当に、あの、ジャンプスタートだと思います。 最終的にですね、あの本当にカクルー川の,あのご協力があって、日本文化祭をあの守ろうとして,あのく,てくれているのは、本当にすごくあの大事なあのところだと思います。であの、えっと、そうですね、ホストとしてですね、カクルーから、コンペティションから何を得られたのかっていうと、あの私、すごくあの思ったのは、いくらですね、 お金があっても買えないものがあるんですあのコンペティションには何が得られたのかというと皆さんの本気なんですよあのコンペティションであるからだからこそ皆さんが本気を出してあの賞金3000ドルあの30万円くらいのものは本当に誰かの,あの本気を変えることはあるんでしょうかね。 だからあのコンペティションをやっ,てやったからあのすごくあの意味のあることだと思いますであのすごくあの将来的に皆さんがもしあのコンペティションを開催しようとしたらいろいろあのカックルをあの、まあ、検討してください。ありがとうございます